三つどもえ。同社の社長は右回転である。太鼓は同社と無関係。ともえソロバン株式会社は日本のソロバンメーカーである。1920年創業のトップメーカーである。1920年仙台社長藤本雄二が同社の前身を設立した。それに先立つ1918年現在の商標を登録しているが、これは 藤本家の家門の三つどもえをそのまま社長としたものである。戦後、1949年、会社組織化した。仙台、友二が1985年2月18日に死去、娘の友恵が社長に就任して、現在に至る。仙台東本の功績は、全近代的であった、ソロバン生産と、商習慣の改革であった。 生産から販売までの一貫体制をもって、品質管理と販売網の整備を行い、独自の市場を開拓し、海外にも輸出したことである。全国での統一化覚醒も敷いた。1970年代、同社はテレビ CM やラジオ CM、番組へのスポンサードを行っていた。中でも STB ラジオ、 STV アタックナイター土曜日のスポンサーとして長らく提供されていたことと文化放送が主催した新宿音楽祭の初期のスポンサーの一社になったことが知られている。当時の同社のブランド表記が共栄ソロ版であったため過去の CM を解雇するブログや掲示板等で絵の文字が強調されているが社名表記は絵である2006年同社の小野工場は 同県内山賀崎市のゼロ成功とともに、高齢者や子供向けのソロ版を共同開発したが、2008年、スペースシャトルで使用するためのソロ版を2社で共同開発し、宇宙飛行士の星出秋彦の手で実際に持ち込まれた。これは、宇宙航空研究開発機構が、星出の母校慶応義塾大学に依頼したもので、同大の卒業生の案の中から、 藤本智恵の案が採用されたものである、上記のほか、ありがとうございます。